続いて次を目指しましょう。託戦士という人のところに行きましょう。ではその人のところまで案内を。やった！来ることは分かっていました、各社殿。知るためにここに来られたのでしょう。お答えしましょう。私に答え得るものならば簡単なこと。各社は他のものとは異なる熱さを帯びております。私はそれを感じることができる。それゆえに各社が生まれたことを、そして居場所をどこにあっても知ることができるのです。もっとも私のその力は光輝殿には都合が悪かったようですが、カンナギの声ですか。残念ながら私には詳しいことは分かりません。ですが各社の命の力、それと似た熱を感じる地があります。それは海の深き場所に。おそらく今はたどり着けぬでしょう。しかし感じます、その熱が近づきつつあることを。やがてあなたの前に道が開かれ、その地に赴くこともできましょう。ハーブ村にいる指揮者ならば詳しく知っているかもしれません。私は調合が得意です。手持ちの素材を。ハーブ？村の指揮者とは。とにかくハーブ村まで行ってみましょう。ここで素材ですか。そろそろ荷物も心配かな。リザードマンの縄張りでしたか。氷は効きそうにない相手ですね。いい攻撃ですね。旧大点といえる立ち回りができました。戦術にはまだ改良の余地がありますね。私の魔法にお任せを。確か忘れられたリムストーンが近くにありましたね。異界情報として
そこまで案内できますよ。移動成功です。周囲はどうなっていますかね。私がよく来たな。そうだ、今日はとっておきの話をしてやろう。だが、そうだな、今は日が悪い。今日は泊まっていくといい。起きたか。海を見てみろ。今日は晴天、出かけたくなるような海だ。いつか少しだけお前さんに話したことがあるかもしれないが、この海の真ん中には沈んだ神殿があるって話だ。そこには立派な王様がおって、死してなお王様を守る軍団に守られておるんだ。その王様が言うことには、王様は昔世界を見守る役目を与えられたんだと。だけどそれに飽きちまったから、地上に降りて小さな国を作り王様になったって話だ。立派な王様なのに、今じゃみんなに忘れられちまって、名前を知る者さえいないってのも寂しい話だが、だけどな、わしは思うよ。忘れるのも忘れられるのも、考えようによっては幸せなことなんじゃないかとね。わしを見ろ。長い年月経っても何一つ忘れられない、ずっとずっと覚えているんだ。忘れたくても忘れられやしねえ。嘘のようで嘘じゃないぞ。わしは本当のことしか言わないからな。また来るがいい。次はもっと面白い話をしてやろう。洞窟の奥の遺跡、そこに繋がる道が急に現れたんだ。調査したかったけど、魔物がいるみたいでな。今の装備じゃ心もとない。とにかく上官に報告しなくては。何か強調でなければいいのだが。何が起きたのでしょうか。とにかく奥へと行ってみませんか。やっぱりそうですか。まさか海から建物が現れるとは。まるで我々を待っていたかのようです。人の作ったものと。思えません。まだいろいろ調べたかったですが、各社様が出たいと言うならそうします。無茶をしすぎるのも良くないですからね。引き際は肝心です。たまにはここでゆっくり過ごしていって。どうです、見ていきますか。帰ってくるよ。
らっしゃい。宿をお探しならこちらで案内できます。またのお越しをお待ちしています。今各社様のおそばへ。今夜の宿はこちらでいかがですか。またのお越しをお待ち。お客さんは大歓迎よ。あ、ありがとう。またね。今回は何も買わないんですね。店主は少し残念な顔をしていたかも。私だったら欲しくなくても買ってしまうかも。なんだか不気味な暗闇ですね。リザードマンです。ごめんなさい、うまく弱点を攻める手段がなくて。みんなも水に濡れてしまいました。各社様を助けられるのは嬉しいです。
素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。調合素材の一種のようです。後々役に立つ場面があるでしょう。足元、頭上、すべてに注意を払いましょう。改めてここは丁寧に調べましょう。新たな発見があるはずです。やれる時にやるべきことをやる、それが我々の経験にもなりますしね。
こちらから壊すことは不可能のようです。それはそうですね。これより洞窟に入ります。暗所の備えを確かめて注意して進みましょう。了解しました。見つけると期待が高まります。好奇心旺盛ですね。また我を葬らんとする者が現れたか。貴様の思い通りにはならんぞ、見る者め。幾度手先を送り込んできたとて我は退け、そして勝ち取ってくれよ、真なる世界を。なぜ剣を抜かぬ、戦うつもりはないとでも。我が死を望まぬか、ならば見るものではないな。我が名はロセイエス、ベルムント建国の王である。貴様はどうやら格者のようだな。この地を訪れた理由を言うがよい。カンナギの声、バトルの魔導士が生み出した玩具だな。この地にいながらも見えていた。バタルの民が欠片を拾い集める様はな。各社の魂をあのような玩具に変えるとは、全く忌々しいことよ。そう、あれは各社の魂よ。見る者の手先として我を撃たんとした哀れなる各者どもの慣れの果て。肉体は朽ち、魂が欠片となっても、その力は残されておる。バタルの輩は汚れた術でその力を増幅させ、何やらよからぬことを企んでおるようだな。だが所詮は時期にも似た愚行よ。そんなもので見る者は愚か、竜すらも打てはすまい。何者かは知らぬが、貴様には意志を感じる。何かをなさんとする強き意志よな。この剣を持っていくがよい。これもまた魂、竜の血肉にて精錬された我が魂そのものだ。とはいえ、これはもはや我が体同様に朽ち果てかけておる。バタルの汚れた技ならば力を取り戻すこともできるやもしれぬ。キャツラの居城に行ってみるがよい、各所よ。その技の一端くらいはつかめるであろう。
ごい、刹那の秘跡だ。あっという間に離れた場所に行けますよ。ここぞという時に使うべきですね。これ、このままでは動かない？何か軌道の鍵になるものがあれば。そんな品は持っていたんですか？あれを手に入れたいですが、すぐには届きませんね。施錠されていますね。鍵を入手したらまた来てみましょう。
各社様のそばにいるととても安心します。銃の鼓動のかけらは大変貴重ですよ。集めれば別の品に変化するようです。落とさないよう大事にしまっておきましょう。私が開けに行きます。
本当にあっという間ですね。あたりの様子は。なんだか噂では海に怪しい宮殿が。現れたそうで、どうなっているんでしょうね。ありがとう。まさか。深くなんだか噂では海にあや。しい宮殿が。現れたそうで、ありがとう。あ、いらっしゃい。何ですか？
文字の情報？内容を確認しましょう。ここはビョルン。戦いで勝ち残るならまずいいボ。防具を着ることだ。そこを蹴散ると。早死にするか。また来てくれよな。欲しいものがない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。各社様は計画的なんですよ。いらっしゃい。何か用ですか？あとで仕入れもしてくれ。今は乗せられないんだ。かつてこの地は獣人の国。この牛車は乗っていくなら料金は先だ。牛車ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。夜間は運行しませんから昼の。焦る。待て、降りてくれ。危ないですよ。すぐ直します。ちょっと待って。そのままやりますね。客車から調子でどんどん行きましょう。さすがです。よし。俺も緊張しっぱなしも疲れる。おい、こっちだ。いいものが出てきそうです。あら、どこでも需要があるのよね、武器は。こっ今日近くなら直す。また来てよね。あら、お客さん、どこでも需要があるのよね、武器は。国境、毎度ありがとう。ああ、いらっしゃい。家ででもしちまおうかね。バタルに入国希望か。通っていいぞ。賊の類が潜んでいる。病気の。お客さんは大歓迎よ。
ありがとう。またね。ごめんなさい。ちょっとむ？ささくれた心も癒されるわね。この牛舎は料金は先払いだ。結局、昨日も今日も一緒ね。神谷はまず深呼吸しちまう。買ってくれるかい？お困りならいつでもお声を。ここかい？忠告しとくが、勝手に。商品を持ち出したりしないでくれよ。ありがとうよ。
争いがないのは見ていきますか。どうなっちゃうんでしょうね、この国。このまま宿なんて続けてていいの？毎度あり。何か見ていきますか。次の休みはいつだったか。ラジオ取ると好きな関係は地の泉の鍵にできる。どうぞ見てってくれよ。どうぞ見ていってください。素材ですか。不要ではありませんが。こうしてみると我々の職は全て異なっていますね。まあ多分偶然なんでしょうけど。補完し合える良い組み合わせでは。素材も得られますし、買っておきますか。では、お任せしましょうか。私は装備強化のための素材を発見。素材となるものを入手しました。組み合わせによって異なるものに変化します。なんとなくですが、パーティー構成といえば、私がいた時代では女性ポーンばかりを持つマスターがいましたね。守りは私にお任せを。私が拾います。休憩の直後に戦闘、仕方ありません。余計な傷を受けないよう、気張りましょうか。これ、向こう側からしか破壊できなさそうです。納得はしかねますが。
事設置できました。ここに戻るには刹那の秘跡が必要です。私が助けますよ。すみません。